京都タワー。京都タワーは、京都府京都市下京区にある塔である。京阪グループの京阪ホテルズリゾーツ株式会社が運営している。京都駅、カラスマ中央口前に大きくそびえ立っている。台座となっている、京都タワービルを含めた、高さは131メートルあり、京都市内では最も高い建造物である。1953年。 京都駅北側の土地に立っていた京都、中央郵便局が移転することが決まり、移転後の跡地の活用が検討されていた。またこの土地は、国際文化観光都市たる、京都の表玄関、京都駅の真正面にあたるものであり、それにふさわしくまた公共性に富む土地活用が求められていた。京都商工会議所主催の懇談会で、株式会社物産観光センター、 後に株式会社京都産業観光センターの設立が決まり、翌1959年4月11日、創立した。当初は屋上に展望台などを作る程度は検討されていたものの、巨大なタワーを建てることは想定していなかった。だが検討の結果、建物の内部にあまり影響を与えずにタワーを建築できることが判明、山田守、建築家の設計管理及び、 京都大学工学部建築学教室、棚橋良教授の構造設計により建造されることとなった。この際、単なる鉄骨による武骨なタワーでは、京都の表玄関にはふさわしくなとして、白い円筒状の優雅なデザインが採用された。建築には日本で初めて炭酸ガス半自動溶接機が大々的に使用されたという。 1963年2月7日の地震災後、建物は1963年8月13日に立、中式、1964年8月31日に、開館。タワーは1964年2月3日に立、中式、12月28日の開業であった。その構造は、鉄骨を一切使わず、 厚さ1 2ト、mm、ルから2 2トルの特殊鋼半シリンダーを溶接でつなぎ合わせ、円筒型の陶身を作ったもの、モノコック構造となっており、タワー外部に仮設タワーとクレーンを設け引き上げを行った。後期は約1年10ヶ月、走行費は38億6400万円であった。タワーの姿は市内の町屋の瓦吹きを波に見立て、 海のない京都の街を照らす灯台をイメージしたものである。タワー上部の展望台からは京都市内及び周辺の他天気の良い日には大阪市外を望むこともできる。台座のビルにはホテルや名店街が入居するほか地下3階には朝7時から営業している公衆浴場がある。また展望台や名店街ではタワーに関するグッズなどの販売も行われている。 開業40周年を機に作成されたマスコットキャラクターが2004年12月タワーワーチとして正式に誕生した。2014年の開業50周年に向けたエレベーター改修工事や外壁の塗り直しのため2012年12月2日の営業を最後に展望室や台座のビルにあるレストランなどが2013年3月まで休業し4月1日から リニューアルをオープンしている。なお、このリニューアルを機に、レストランは、喫茶、軽食も提供するラウンジに営業形態を変更した。なお、工事期間中も、ホテルや土産店の営業は続けられていた。タワー上層部に、楕円形の展望台、有料が設置されており、内部は二層構造となっている。双眼鏡も置いてあり、無料で使用できる。外観は、タワー部は、 ミルキーホワイト色を基調とし、展望台及びその上部の一部分に赤色が用いられている。また、タワービル部にはグループ会社である、京阪電気鉄道、京阪により、京都駅から JR 東福寺駅を経由して、祇園清水方面への利用を促す広告などが設置されている。外観塗装色については、法規制があり、白と赤となっている。これは、 地上高60メートルを超える建造物に該当するため、高気度航空障該当を設けない場合は紅白、島模様、鉄塔や煙突と同じとする必要があるためである。京都タワービルは、特に地下1階から地上2階までが2017年4月14日から商業施設、京都タワーサンド、京都タワーサンドと称されて、リニューアルオープンした。 サンドの名前は、サンドにちなんでいる。地下1階は、フードホールと称され飲食フロア。地上1階が、マーケットと称され物販、土産物等。地上2階が体験のフロアとなる。それ以外の部分である地下3階は大浴場。地上3階以上は、レストランホテル、京都タワーホテルとなる。なお、京都タワーサンドとしてリニューアルされる前は、修学旅行生向け土産店が多く。 大黒ドラッグ100円ショップ、ザダイソー、手芸店などが様々に入居していた。以上、要目については特記なき場合、公式サイトによる建設当初から古都である京都にこのような建造物が必要なのかについて賛否が分かれている。これは建設当時、当時の塔よりも高いものは建てないことが不分律となっていた京都市で、 歴史的景観との調和のありようが争点となったことを端緒とする。政財界中心の建設推進派と学者や文化人主導の反対派が世論を二分して議論されたが、これは都市の美観論争として日本で初めてのこととされている。結局、高さなどの法規制が厳しい建築物ではなく工作物として建設されたが、この議論はこの後、 1972年に施行された京都市景観条例に制定された巨大工作物規制区域設定の一項目とて活かされることとなった。京都市のランドマークであり象徴的な景観であることから報道や様々な著作物においてトータワーが登場する。フィクション作品での事例として映画ゴジラ VS メカゴジラの劇中ではゴジラの熱戦によって 京都タワーが破壊される演出がなされているほか、漫画、日本沈没では、地震で倒壊する京都タワーが描かれている。このほか、一般的な作品以外での事例として、京都市に本社を置く任天堂のゲーム機、w i ートリアス解説明書、準備編では、注意喚起イラスト中の騒害風景に京都タワーを、はじめとした、市内の景観が枯れている。 開業40周年を機に作成されたマスコットキャラクター。2004年12月タワわちゃんとして発表され、2006には着ぐるみが登場した。性別は女性で、性格はおっとりしているという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。